頑張ろう福島、楽しもう福島。これ、干し柿なんですけど、普通のビニール紐で作ってあるね。白川市旧表郷村、谷中の湯という、まあ、高専のね、主、近藤さんが作った干し柿を、去年の柿です。譲ってもらって食べてます。大丈夫なのかって言う人いますけど、誰のため、誰が使うための電気のための事故ですか。私、関東の出身ですよ。何言ってんですか。福島県はね、関東の植民地じゃないんですよ。